こんにちは、カノです。今日もですね、オリジナルのタオルを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。で、今日はですね、これなんですけども、顔料のプリントっていうんですね。で、よく顔料のプリントはちょっと硬くなりますよとか、ガリガリっとしますよとかいう話をよくいただくんですね。で、実際問題、染料に比べるとやっぱり水の吸いも悪いんですね。で、この風合いっていうんですけども、どんな感じだということなんですけども、まあ実際ですね、我々こう作ってる方から、まあ手前味噌になるのかもわからないんですけども、全体にこう黒とかでガッと引く以外はですね、そんなにね、むちゃくちゃこのガリガリで使えないというか、その風合い悪くって立つぐらいのタオルやないかっていう風なんじゃないんですよね。結構ね、この頃顔料も進歩しています。なのでね、綺麗にやっぱりね、上がることもありますし、上がるようにしてますね、工場の方も。なので、どうしてもやっぱりコスト的なにはね、線量が安くなるんで、そういったコスト的な兼ね合いも含めて、まあ、納期も含めてですね、やっぱり顔料の方がいいんじゃないかっていう提案も我々差し上げますので、ぜひですね、デザインと一緒に、教えていただけましたら、この方法がいいですよとか、いろんなまあシミュレーションできますので、その辺を私ども、当然、お知らせしますので、それに向けたですね、動きっていうのをですね、していただく、それが間違いないと思います。で、この後に出てますフリーダイヤルに、もしわからないことがありましたら聞いてみてください。よろしくお願いいたします。